あなたは佐賀県高齢者大学所定の課程を修了したことを証します。平成23年3月11日、佐賀県高齢者大学学長、佐賀県知事、古川靖。おめでとうございます。卒業証書、石井光子。卒業証書、井野俊恵。おめでとうございます。式辞、佐賀県高齢者大学第19期生の皆様、ご卒業おめでとうございます。先ほど233名の皆様お一人お一人に卒業証書をお渡ししました。それぞれの皆様方のお顔を拝見しますと、2年間の学生生活で得られた知識と同期の仲間と培ってこられた強い絆に支えられ、大きな自信と充実感に輝いていらっしゃいます。高齢者大学での学生生活は今日でひとまず終わりとなりますが、明日からそれぞれの地域でまた新たな一歩を踏み出されることになることと思います。江戸後期の浮世絵絵師葛飾北斎は、年を重ねるほどに図画への飽くなき意欲を示し、75歳の時に出した富嶽百景の後書きにこのようなことを記しています。私は小さい頃から数々の図画を表したが、70歳までに描いたものは取るに足らぬものばかり。73歳になって生き物や草木の作りをいくらかは知ることができた。ゆえに86歳になればますます腕は上達し、90歳ともなると奥義を極め、100歳に至ってはまさに神妙の域に達するであろうか。そして100歳を超えて描く一点は一つの命を得たかのように生きたものとなろう。皆様はこれまでの人生においてさまざまな経験をされ、それぞれの分野で道を極めたことだろうと思います。しかしこの北斎のようにいつまでも向上したいという心を忘れないでいただきたいと思います。また期待します。